皆さんこんばんは、ゴルフ夫婦のゆかです。今回はですね、オークヒルズカントリークラブさんにお邪魔しております。そして、ランバンスポールプレゼンツゴルフ系クリエイターナンバーワン決定戦の3回戦ということで、今回安ゴルさんチームから猫さんと対決という風になっております。で、カメラマンを安さんの方にしていただきます。よろしくお願いします。はい、もう私の中では本当に。皆さん強いんですけど大一番っていう感じで本当にこれ対戦シート見た時に猫さんかってちょっと次3回戦猫さんかってちょっと心がねちょっともう強い気持ちでいかないといけないなというふうに思っておりまして、まあ、2回戦もなんとか勝ちで今回3回戦ということでもう本当に、まあ、お互いに勝ちたいというところであると思うんですがなんとか頑張りたいと思います。はいでまあ、前半は安ゴルさんの方で見ていただきまして後半からゴルフの方を流れますので皆様ご視聴よろしくお願いします。お願いします。何かありますか？いや死闘ですね。いや予想通り、うん、予想通りの人、まあバーディー取らないと、うん、もう丸が取れないみたいな、うん、そうですね。ずっとそんな感じですもんね。はい。お互いにいい対決になればいいなというふうに思っておりますので、はい、ご視聴よろしくお願いいたします。お願いします。14番パー3、182ヤード。手前なんで、はい、170切るぐらいですかね。はい、7番や。手前ですからね。でかいな。ああ。相当ちょっと7だよな。180いっちゃってる。アドレナリンですか。アドレナリンなんでこれ。さあ、赤ちゃんが、こちら135ヤード。125ヤード。125。はい。9番。はい。いやナイス。ありがとうございます。ナイス。ありがとうございます。ちょっとトップしたかと思ったんですけど。ああでもちょうどだった。そうですよね。ちょっとフォロー目だった。それもあるかもしれないですね。うん。寄るときめっちゃ近いね。寄るときめっちゃ極端に近いよね。ナイス。ありがとうございます。何バーディー出るのかっていうレベルのあれですね。マッチならではだね。いや本当ですよね。なんかあんまこんな出ないよね。なかなかないですよね。やっぱ番手選びとかも変わってきます。ちょっと変わってくるのかな。そう。ギリギリ攻めようと思っても。そうですよね。ギリギリがあんなオーバーしちゃうの俺。ここちょっと難しいですよね。池越えでもあるし、風の向きも。近いな。近い。目つくわ。頑張らないといけないですね。このグリーン難しいですよね。ちょっとね、傾斜にあるからね。そうですよね。傾斜が。私の寄せるのも難しい。本当ですね。そこは。うわ。20mぐらいありますかね。うん。20m途中から激下り。いやナイスだけど、あー止まんねえか。いやでもナイス、まあまあだね。いやナイスあでも1メーターぐらいにつけましたね。さあ、ゆかちゃんバーディーパット。ナイス。あー結構切れた。切れましたね。マークが大丈夫ですか？はい。切れましたね、やっぱり。うん。これ1メーター超ありますね。ああいいですか？はい、いいです。さあゆかちゃんパーパット。うん、ナイス。またしてもこれでオールスクエアでございます。はい、あ、そっか、これゴルフーフか。安ゴルさんのように。安ゴルさんになっちゃうな、撮ってるからな。カメラで。ナイス。ありがとうございます。パーです。これも入れたかったな。結構切れますね、ここ。最後ね。すっと切れたね、ナイス。クラブやヘッドカバーなどのすごい気抜けないでしょ。本当にドキドキしますね。もう緊張感がで、こう後に行けば行くほどあれだもんね、重くなるもんね、丸がね。マッチならではの感じで、本当にそうですね。10番パー4、408ヤード。ここは黒と白はほとんど変わんないですね。うん、うん、オッケー。ナイス。うん、よいしょ。結構距離が残りました。いつも白は下なんだけどね。そうなんですね。下と上とあるよね。下の日もある。あ、レースでこの距離ちょっと。これきついね。きついですね。風もちょっとこっちからですね。そうなんですよ。ここの時もあるけシルバーティーかな、深夜さん、深夜。なるほど。こっちはこっちは結構打ち上げでね、プレッシャーかかるんだよね。狙いどころが難しい。そう難しい。ここ一番難しいね、パー4で。あの、合う、いいか、いいでは。いやー、ここはちょっと大変ですね。ここからが大変なイメージ。そう、池越えのパー5ロングとね、18番もね、打ち上げで、そうそうそう、ピンポジションによっては本当にパー取れなくなるんで、でもしっかりあそこまでちゃんと右目狙ったんですよね。右目狙いました。やっぱりここがもう多分狙えないなと思ったので。確かに、さすがだね。距離が残ってはもう絶対右かなって。もうでもそういうの自然になんかこう、もうスッてできちゃうんだね。管理能力っていうかなんかね。さあ何ヤードぐらいですか？177ヤード5番ウッドで打ちます。はい、177ヤード5番ウッド。ちょっと OK です。風は上げです。うまい、うまい、ナイス。多分乗ってる、大丈夫です。おー、ナイス、うめえ、ナイス、うめえ。よくアウさんもなんか刻んでその辺行くんだけど多分まだ一回もあそこから乗せてないと思う。うん。35ヤード。はい。9番。はい。もう結構左行きましたね。風も右奥からでしたね。左ですかね。飛んじゃってるな、すっごい。うん、いやー、5番ウッドがもうアイアンのあれですね。精度がね。ショートアイアンの精度はもう。いや、めちゃくちゃいい球でした。止まるんだね。ね。止まりましたね。止まるんだ。止まるんだって思った。風計算に入れました、ね、風入れました。右から左、ね、右から左と思ってちょっと右狙ったんですけど、意外と入ってこなかったんですけど、でも多分アゲンストの分ちょっとボールも止まったんですけど。18メーターぐらい。はい、うん、ナイス。さあ、ゆかちゃんバーディーパット。7メートルぐらいですかね。はい。ああ、消えたか。おちょちょちょ。どっちかな、これ。猫さんですかね。うん。さあ、パーパット。はナイスパー。依然オールスクエアと。すごい戦いで。戦いですね。あと、3ホールですかね。16番パー5、535ヤード。オールスクエア。オールスクエアですね。ちょっとこのホールはかなり鬼門ですね。うん。完璧だ。うん、よいしょ。イギュラティが結構前ですね。458ヤード。ナイスショー。完璧だ。ナイス。またちゃんいいとこいたな。あそこ大丈夫なんですか？次狙える？あ、まあ普通に。あ、本当ですか？行きました。残り100ぐらいにするならね、どこでも多分大丈夫でしょう。ちょっと木が近いから。木が飛んでるな。ここが問題。ここも3打目勝負だもんね。そうですね。3打目勝負ですね。7番アイアンです。今度はレイアップします。260ですか。そうだね。160で残り100ぐらいがいいかなと。はい。木は気にしません。OK。ナイス。池まで100ぐらい。うん。250以上あるので。はい。9番で上がります。あ、まあまあまあ、うん。さあ3打目ですね。155です。はい。でも狙うしかないんで。うん。4で。はい。5。ああ。入りましたかね。いけ。なんかちょっと落ちちゃったかもな。ナイストライだけどな。でももう行くしかないんで。さあ3打目。85ヤード。はい。54。はい。でかいか。まあまあまあ。うん。まあ、もしあったら、打ってあれば打ってもいいし。あ、そうですね。どこら辺。そうだね。さあ、5段目になりますかね。はい。52で打ちます。はい、52度。あ。いや、これ。いや、なるんだよね、これ。さあ、まあ、7段目になるんですかね。はいいや、ここは本当そうなんだよね。ヒロさんもそうだったし。52で。はい。またな。ちょっとギブアップします。オッケー。なかったらギブアップします。うまい。でもまあマッチのいいところはね、これスコア引きずんないからね。そうですね。しかしこんなこともあるんですね。なんかここすごい1回目の時もだったんですけど、苦手意識が。いやわかるよ。ここはなんか本当みんな多く知ってる人みんなここ苦手意識ある。なんか距離が近く。そうそう感じるよね。ですよね。うんで奥もなんかすごい嫌な感じするんだよね。俺は完全に入っちゃったので飛ばさないとみたいな。まあ確かに本当マッチだとスコア。そうそうまあできないから。1でしかないもん。ラッキーはラッキーなんですけど。でも結構こっちに入った感じで。うんちょっとね石とかがありそうな。ちょっと見てみましょうか。じゃあこのホールはいゆかちゃんギブアップということで、いや猫さんのワンナップになりました。ああ厳しい。この局面はね。ここがもうどうしても本当に鬼門だったんですよ。そうだよね。ということでまだあと2ホールあるんで。そうですそうです。頑張りたいと思います。はい。お願いします。お願いします。猫さんナイス。お願いします。ナイスってわけじゃないと思う。いやでもこれも運ですからね、やっぱり。そうだよね。キャリーはだって超えたところでしてんだもんね。あ、そうですね。超えてましたね。ということでこの動画がいいと思った方、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。よいしょ。うまーい。雪馬だよ。入るよ。入る。入った。